腎皮質での血管。図の赤い管が輸入細動脈、青い管が輸出細動脈である。尿細管の模式図輸出細動脈は、動物の泌尿器系の血管の一つで、糸球体の毛細血管が収束したものである。哺乳類の腎臓では、輸出細動脈は糸球体の位置によって二つの異なるコースをたどる。 哺乳類の腎臓において、約15%の糸球体は、腎皮質と腎髄質の間にあり、防水質子球体として知られ、他は未分化の皮質の糸球体である。未分化皮質の糸球体の輸出細動脈は簡単な構造をしており、尿細管から再吸収した物質を血液循環に戻す役割を持つ。 輸出細動脈は子宮体から離れるとすぐ毛細血管に細分化し腎皮質の尿細管を取り囲む毛状血管になる。某髄質子宮体の輸出細動脈は複雑になっている。輸出細動脈は分岐し血管の束になって腎髄質の外側と内側を貫流する。血管は腎髄質の内部に戻り自家細動脈は規則正しく加工し肝を組織する。 この解毛は人髄質で浸透性の物質を分離し濃度の高い尿を作る。また、この網は人髄質のガス交換から分離されており、この領域の代謝は嫌気性である。そして、赤血球は未知の気候で直細動脈を通り、髄質部の外側領域の細管を取り巻く、毛細血管の毛状血管に運ばれる。解毛の血液と腎髄質から戻る血液は、 皮質の排出液と同様に腎臓の常務薬に運ばれ、全身の血液循環に乗る。ありがとうございます。